さあ、お待たせいたしました。それでは、気を取り直しましてレーススタートとなります。それでは FF グランプリクラス決勝 N メイン4分間のレーススタートです。それではスタート、ドライバーズオンザトーン。さあ、スタートしました。決勝 N メイン。さあ、まずは順当に川ナンバー1番村山選手、イエローのゴルフから逃げ出した。そして2番手に川ナンバー4番の池江選手、アイスショップ林田。3番手にはパープルのカラーリング、さあパープルのシアジェット、そしてグリーンのカラーリングのシビック、イエローのマシーン、そしてホワイトとブルーのマシーンと続いておきます。さあ1番4番、そして11番川本選手、3番手上がった。そして5番永井選手、3番尾崎選手、12番7番2番15番8番、9番、そして6番、10番、13番、14番と続きます。さあ、レースタイム早くも1分が経過いたします。それでは、どうぞ。それでは FM グランプリ決勝 N メインお呼び出しいたします。1番、菊池選手、2番、橋本選手、3番、永田選手、4番、拓明選手、5番、村山選手、6番、川澄選手、7番、平沢選手、8番、平石選手、9番宇治橋選手、10番高畑選手、11番多賀選手、12番浅野選手、13番上田選手、14番世良選手、15番谷本選手お越しください。また L メインの方、バッテリーチェックの受付をいたします。さあ、レースタイム1分40秒経過。さあ4分間レース、まだまだ折り返しには遠い。さあ現在トップカーナンバー1番村山選手、イエローのカラーリングのゴルフ。さあ今90度コーナーを抜けてイエローラインを通過した。さあこれからオメガへと入ってくる。さあ2番手カーナンバー11番川本選手が1秒差。さあ後ろ、おーっと川本選手、さあ3番手マシンとクラッシュだ、がポジションキープ。さあその間に村山選手が少し逃げ出した。2番手の11番の川本選手パープルから、3番手にはグリーンのカラーリング永井選手が続く。カーナンバー5番、さあこれから周回遅れ、さあ待ち構えているが川本選手だいぶ近づいてきた。さあ1番11番と続いていきます。さあここで川本選手が前に出た。カーナンバー11番、さあパープルシルバーのカラーリングです CRD。 おっと2番手さあ詰まったか。さあ2番手クラッシュがあったのよ。カーナンバー5番の永井選手、グリーンのシビックが2番手、そして3番手にはさあカーナンバー1番の村山選手か。さあここからコントロールラインを通過していく。11番川本選手トップ、今バックストレート、パープルのから2番手の5番永井選手はその後ろ 2.5 秒差。3番手で12番田中選手、1番村山選手、7番加藤選手、4番2番8番9番3番14番と続きます。さあ現在12周目を走行中、レースタイムはまもなく3分10秒。さあ11番川本選手依然トップ、パワフルのカラーリング。さあ黄色いラインコントロールラインを通過して、さあこれからオメガ、そして2番手の永井選手その後ろ 2.1 秒差、グリーンのシビック。さあバックストレートを通過していく上位2台。さあ3番手にカーナンバー12番の田中選手が上がっている。11番5番12番がトップ3、7番1番4番2番8番3番14番9番10番15番13番6番9展開。さあレースタイム3分45秒が経過。さあ11番川本選手逃げる。さあ色のラインを通過。さあ2番手永井選手 1.8 秒差、少し近づいてきた。さあここから周回遅れ、パープルのマシン現在トップ、パープルのマシンがトップですよ。11番川本選手、紫のマシントップです。さあ気をつけてください。まだ4、さあ残り4分が経過。さあ戻ってきて7番11番川本選手、決勝 N メイン優勝。さあ2番手5番の永井選手、3番手12番田中選手がゴールインとなります。さあまず N メイン制したのはカーナンバー11番川本正一選手、おめでとうございます。